タイラー・ウィリアム・ライオンズは、アメリカ合衆国テキサス州ラボック軍、ラボック出身のプロ野球選手。左投げ、両打。MLB のニューヨークヤンキース参加所属。2009年の MLB ドラフト10巡目で、ニューヨークヤンキースから指名されたが、この時は契約しなかった。2010年の MLB ドラフト9巡目で、セントルイス・カージナルスから指名され、7月22日に、 契約した。2011年に参カの A 級パームビーチカージナルスでプロデビュー。33試合に登板して9勝4敗1セーブ、防御率4.50、79奪三振を記録した。2012年はまず A 級スプリングフィールド、カージナルスでプレーし、12試合に先発登板して5勝4敗、防御率3.9254奪三振の成績を残した。 6月にトリプル A 級メンフィスレッドバーズへ昇格。15試合に先発登板して4勝9敗、防御率4.28、89奪三振を記録した。2013年はトリプル A 級メンフィスで開幕を迎え、5月22日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。同日のサンディエゴパドレス戦でメジャーデビュー。先発起用され、 7回を投げ4安打1失点と、高騰し、メジャー初勝利を挙げた。6月に入ってからは4試合に登板したが、0勝3敗と結果を残せず、6月22日にトリプル A 級メンフィスへ降格した。7月30日に昇格し、同日のピッツバーグパイレーツ戦で先発起用されたが、6回を投げ4失点を期し、敗戦投手となり、 翌日再びトリプル A 級メンフィスへ降格した。8月17日に再昇格し、27日にトリプル A 級メンフィスへ降格した。セプテンバーコールアップで登録枠が拡大された9月3日に再昇格した。この年メジャーでは12試合に登板して2勝4敗、防御率4.75、43奪三振を記録した。 2014年も前年と同じような役割を担い、先発で4試合リリーフで7試合に登板した。0勝4敗と勝ち星なしに終わったが、防御率やホイップの値は改善されたほか、脱三振率も8.8まで上昇するなど、投球内容面では成長の後を見せた。2015年は、先発で8試合リリーフで9試合の、計17試合に登板。 防御率3.75と参照は自己ベストの数値で60.0イニングで60三振を奪って脱三振率9.0をマークするなどさらなる成長を示した。ただし課題としては60.0イニングで12本のホームランを浴び球の軽さがうかがわれた。2016年はキャリアハイの30試合に登板したがメジャーデビュー以来初めて先発登板がなかった。 二勝零敗、防御率3.38、ホイップ1.02を記録した。2017年は、完全にリリーフ仙人となり、前年を大幅に上回る50試合に投板。四勝一敗三セーブ、防御率2.83、ホイップ1.09の好成績を上げ、飛躍の年となった。2018年は27試合に投板して、防御率8.64と振るわず、 7月27日にデーフとなり、8月3日にマイナー契約でトリプル a 級メンフィスへ配属された。レギュラーシーズン終了後の10月2日に FA となった。2018年12月24日にピッツバーグパイレーツとマイナー契約を結び、2019年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2019年の開幕は、 参加の AAA 級インディアナポリスインディアンスで迎え、5月4日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。5月9日にリーフとなり、12日にマイナー契約で AAA 級インディアナポリスへ配属された。8月11日に自由契約となった。2019年8月15日にヤンキースとマイナー契約を結び、参加の AAA 級 スクラントンウィルクスバリレールライダースへ配属された。9月1日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。オフの10月31日に FA となった。2020年1月22日にヤンキースとマイナー契約で再契約したと報じられ、2月3日に正式公示された。9月22日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。 9月25日にマイナー契約となった。オフに FA となったが2021年1月6日にヤンキースとマイナー契約で再契約した。ありがとうございます。